皆さんこんにちは静岡県健康福祉部の後藤です本日12月10日の県内の新規感染者の方は10人でしたこの1週間では49人と少し増えてまいりました12月の2日頃からこう急にですね増えてきています寒くなってきたせいもあるかもしれませんはい。 でこの多くの方々はデルタ株であることが判明しています。ですので、やはりデルタ株が潜んでいますので、特に人混みに行かれた場合には、寒くなっても換気、手洗い、そしていつもの不織布マスクと距離を取るということをぜひお願いし、食事の時にはしゃべらない。また 会話や歌を歌うときには必ずマスクというのをお願いし体調不良のときには早めにお休みください。よろししくお願いします